アメージングコング、1977年9月4日帯は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州出身の女子プロレスラー、女優。パワーとテクニックを兼ね備え、日米のリングで活躍している。全日本女子プロレスの松永正嗣障害担当が、ロサンゼルスでスカウトした。2002年10月20日、川崎市体育館にいて、堀田由美子戦でデビュー。 リングネームはこの大会をプロデュースした、ロッシー・オガワにより、アメージング・コングとされた。A コングと表記されることも多い。2004年1月4日には、ホア世界シングル王座をダッシュ。外国人レスラーとしては、ラ・ギャラクティカ以来、約21年ぶりの、そして、最後のホア世界シングル王者となった。アジャコングとの、W コングでホア世界タッグ王座にも君臨した。 全女崩壊後はフリーとなり、3を主戦場とする。2007年1月14日、高橋七恵を下し合わ世界女子王座を獲得。ハッスルでは乙女のマーガレットとして参戦した。同年、ティエネと契約。ティエネではオーサムコングのリングネームとして参戦。2008年1月にはゲール・キムを下し、 第2代ティエネウーマンズ王座をダッシュした。同年大晦日、元気、ミサイの引退試合のため来日。この時は、アッサムコングで出場。2010年1月、浜田文子とタッグを組み、ティエネ、ノックアウトタッグチーム王座獲得。同年3月、ティエネを退団。アメージング、コングとして、ローに参戦。同年5月5日、1年半ぶりとなる日本の、 リングとして、ネオ女子プロレスに参戦。2011年4月に WWE と契約を結び、同年5月1日の WWE エクストリーム、ルールズ2011にて、カルマというリングネームで、WWE デビューを果たした。レイラに敗れたミシェル・マクールに、インプラントバスターを食らわせ、翌週は、 RAW とスマックダウンの両団体にてディーバたちを攻撃したが、同月23日の RAW では、一転ィーバたちに囲まれ、リング上で号泣した。翌週31日の RAW にて、妊娠による1年間の休業を発表した。しかし2012年1月29日開催された、ロイヤルランブル25にて、電撃復帰。十一番目に登場し、 ふニコを敗退させるなどの活躍を見せたが、ドルフ・ジグラーにより敗退させられてしまう。その後、米国のメディアなどで、ロイヤル・ランブル以前に流産していたことを発表。WWE 復帰を目指しトレーニングに励んで、いたが、同年7月、WWE を解雇されたことを、自身のツイッターにて発表した。以降は、アメリカインディーサーキットを経て2015年に、ティエネ復帰。 同年8月26日、高橋七 A プロデュース、シードリングに5年ぶりに依頼日。次回大会も参戦する予定だったが、11月22日に、欠場と引退を発表した。2019年5月25日、アメリカの新団体オールエリートレスリングの旗揚げ戦、ダブルオアナッシングにサプライズ出場。 アメイジングプレスティエネ・ウーマンズ・オーザ・皆さんへご報告。高橋七 a 高橋七 a オフィシャルブログ。ありがとうございます。